サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画編集をしている林と、書籍編集をしている島村と、デザイナーの多田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。今回は原のおすすめ作品ということで、有馬武史さんの足立勤物語、足立満郎を漫画家にした男第1巻を取り上げたいと思います。はい、でこの作品の概要なんですけれども、2021年8月に小学館から単行本の第1巻が発売されました。奥付けによるとサンデーウェブリ、というところで配信をしている、ということですね。で 第1巻は2020年の9月12日配信のものから2021年2月12日配信分ですね、そこまでをまとめたものということになっております。でサンデーウェブリとはということなんですけど、これは週刊少年サンデー月刊、それからサンデー GX 週刊少年サンデー S、そこに掲載された作品とか、あとは過去の作品とかオリジナル作品とかそういうのを配信しているような、これ何つったらいいんですか、アプリです、ね、アプリですか、漫画アプリですね、ということですね。で僕は全然、普段見てるわけではありませんけれどね。で、僕は今年から大学で漫画のことを、日本の漫画のことを教え始めたんですけれども、で、その中でね、漫画家さんが描いた漫画ってっていうのあるじゃないですか。で、まあ、漫画のことを語ってる、漫画家漫画って言っていいのかどうか、例えば千葉哲也さんの足跡、この中でも取り上げましたけれど、それからと笹生奈美さんのバラは修羅場で生まれるっていう、去年かな、話題になったやつですね、とか、そういったものについて、お話をしたことがあるんですね。でそれに対して、学生さんから、まあ、なんていうかこう、返事が戻ってくるっていうか、まあ、今このコロナ禍なんで、オンラインで授業やってるんですけど、でその中でね、実はこんな漫画ありましあって読んでますよみたいなことで教えてもらったんです。だから多分このサンデーウェブリとか読んでたんでしょうね。はい、で、まあ、僕自身はだからウェブ連載なんで全然気づかなかったんだけど、まあ、そういうのを聞いて、で単行本になったタイミングで読んでみて面白かったんで、今回、取り上げるという、そういうことになりました。で、お話的にどういう話かというと、まあ、タイトルで全部説明はついてるわけですね。そうですね。足立勤物語ということと、うん、足立満郎を漫画家にした男ということでね。で、まあ、そうなってるんですけれど、まあ、日本を代表する漫画家の一人ですよ、足立満といえば。うん、で、その、日本を代表する漫画家で、またタッチが一番のヒットになるんですかね、一番有名な作品ですかね、うん、まあ、今も現役として、作品を発表している方ですけれども、その人の実の兄で自身も漫画家だった足立勤の半生を描いた作品ということになります。で物語の冒頭で語られますけど、ご本人、足立勤さんご本人は2004年に56歳の若さで亡くなって、56歳ってやっぱ若いよな。若いですね。俺なんかもうちょっとだよ。そんな悲しいこと言わないでください。いや、死ぬわけじゃない。で死ぬかもしれないでしょ。はい、体気をつけて。で、この本を書いてる、この漫画を書いてる作者が有馬武史さんということで、レンちゃんパパの作者なんですね。でレンちゃんパパっていうのはこれは90年代の作品だったよな、もともとは。でただ昨年2020年に角川から復刊されて、それで話題になったんだよね。ウェブで先に話題になったんですよ。2018年に行ったかな、はい、無料で全部読めるようになって、もともとはなんか2ちゃんとか何ジェから結構バズったらしいんですけど、そうなんだね。そっからツイッターにも波及して、うん、クズだと。そうそうとにかくそれでレンちゃんパパがもうクズすぎるというのでバズったんですね。そうなんだよね。そうなんだよね。ちなみにパチンコ漫画ですね。パチンカス漫画がレンちゃんパパ。そうなんだよね。でさ、俺はそのバズりみたいなのがあったから、この作品ができたかな。いや全然あると思いますよ。そう思ってたの。ところが、違うんですか。違うんじゃない？多分その角川の、まあ、だからウェブでバズったっていうのが先にあったのが大きいね。うん、そっか。それで角川の紙版が出たのが2020年の
9月12日なんだ。だからそれってサンデーウェブリでこれの第1話が配信されたのと同じ日なんだよね。あ、だからそのウェブでバズってたのが大きいんだと思うんだけど、うんうん、角川で本になったのとこれはタイミング合わせてんだよね。角川らしいですな。でもこっちは小学館、こっちは小学館だけど、こっちは小学館ですね、うん、あ、なるほど。なんだけど、まあだからそういうことが、起きて、出てるっていうことですね、うん、はい、です。で、物語的には昭和45年、西暦でいうと1970年で、僕はちなみに1970年、生まれなんで、僕が生まれるよりもさらに前ですけれども、そこが舞台になってます。で、当時まだ16歳だったこの作者の有馬武さんが駒場灯台前にあった足立勉と足立満の自宅兼作業場ですね、うん、そこを訪れてアシスタントになるというところから始まります。で、後の巨匠の足立満はその1970年の、デラックス少年サンデー12月号で消えた、爆音、っていう読み切りでデビューするんですけれども、それより前の話なんですね、うん。で、読み切りや連載で、足立勉さんお兄さんの方は忙しかったわけですけれども、ただあの仕事は受けたらいいがなかなか長続きしない、ですね。でアシスタントを、まあ、取ったわけですけど有馬武っていう、まあ、結局だから仕事なくなっちゃったんで充電期間っていう感じで一旦はそのアシスタント解除するわけですね。でその後あの有馬武さんは蕎麦屋で働くわけですけれども、で蕎麦屋で働いてる時にあのまたその足立勉さんがたまたま客として何やってんのみたいな話になって、お前にクビにされたんだろうみたいな話なわけですけれども、まあまた漫画やる気あんのみたいな話になって、で結局まあまた漫画の現場に戻るわけですね。ただし、その勉さんのアシスタントということではなくて、当時もその足立勉さんは赤塚不二夫さんの不二夫プロでチーフアシスタントとして働いてたんで、不二夫プロに紹介するということで不二夫プロで働き始めるみたいな、でまあそういうようなことが書かれていく漫画、ということですよね。で、まあ、その時代1970年代初頭って、まあ、少年漫画が劇画的なものを取り込んで、漫画がさらに盛り上がっていく、そういう時代だったわけですよね、うん。でそのまさにそういう時代に足立勉と足立満って兄弟は、まあ、出発点同じ出発点に立ってたわけですよ、まあ、どっちかというと足立勉の方がリードしてたわけだけど、ところがその後弟の足立満の方がどんどんスターになっていき、一方でお兄ちゃんの、足立勉の方は漫画産業のどっちかというと黒子として働いていく、ことになるわけですね。でこの作品はその足立勉という人の、まあ、破天荒な面白さ、みたいな部分、人物としての面白さもあるんですけれども、その1970年代の漫画の裏側を知ることができるという意味でもとても面白い作品かなと、うん、そういうふうに思っております。はい、どうですか林さん、なんかこう印象というか読んでみて。恥ずかしながらその足立勉先生を全く知らなかったんですよ。俺もほとんど知らないいや、この作品 1話がまずお葬式から始まるんですね。始まったね。でここ の足立勉先生のなんか追悼文というですか、はいはい、お兄様に宛てたお手紙、うん、最後が素晴らしすぎて、素晴らしいよね、うん、ここにまず震えました、うん。できっともうこの何ですかね、やっぱ作家としての格というか天才というか、この一文見てどんなお兄様かだったかがもう分かるって感じするじゃないですか。そうね、いやーやっぱりごめんなさい、正直タッチもちゃんと読んだことない俺もでもそういう口だった、ね、ただ俺もそういう口、巨匠というのは存じ上げておりますという立場なんですけど、やっぱ超天才に長寿というか書かせるとやっぱここまで見せることできるんだなって、要はこれあとこの天才足立満がにこんだけ言わせるってことはすげえやつなんだ、ロジックですよね。あ、なるほど、ね、うん、そういうスタートっていうことね、物語もね、うん、ここがもうかあのつかみ完璧だと思いますね。あ、なるほどね、なるほど、というのででも本当に楽しく、はい、面白いですよね、うん、普通に。なんかこのお兄様の破天荒 なんか、うん、チャランポランだけどなんかチャランポランでなんか子供っぽさも残ってけど、でなんかみんなに好かれてるみたいな漫画みたいなキャラクターだけど、すごく本当にいらっしゃったんだろうなっていうのがすごい伝わってきました。そうですね、ただだからそのここなんて言うんだっけ、うん、あの本の
見返し袖のところか、あの袖のあの表用の方の袖のところにね書いてあるんですけど、足立先生の言葉で、はい、困ったことに勉の本当に面白いエピソードは表に出せないものばかりで、この作品は有馬先生が苦労して毒を抜きオブラートに包んで食べやすく仕上がっています。読者の皆様にはろくでなしぶりを5割増しにして読んでいただけると足立勉の実像に近づけますのでよろしくって書いてあって、本当はもっとさらにクズなんだろうなっていう、まあ、例えばこの時代の、まあ、編集もめちゃくちゃだし漫画もめちゃくちゃっていう風土的なところもいいなと思いますね。すごい楽しいところで、ね、なんか先々週か出したようなこうチルバヤシさんのような繊細さとは無縁な、はいはい、そうね、公開の世界、公開の世界、編集がどう変わってきたかとかってやってったら面白そうだよね、そこね。もう絶対権力者じゃないですかこの時って。まだ名物編集とかも出てきます。名物編集とかこ う, う、ね、まあでもほら、あの赤塚先生レベルになると結構ね無茶なこともできたりする。そうですね、とか前、ね、いたずらとかは結構普通にやってるとか、ちょっと度が過ぎたそうそうそう、で、あとはその赤塚さんだといろんな他社の編集者がいっぱい原稿を取りに来るから、でも一番偉いその、うん、メインの講談社の人が全ての他社のスケジュールも決め、うんうん、みんなの他社の編集者も含めてアイディア出しするとか、うんうん、なんか知らない世界ってなりますよ。今だったらやるかな、こんな、うん、逆にフラットにこんなんできないんじゃないかなってちょっと思いましたね。そうだね、そうだね、それはそういう時代だったんだろうなっていうか、うん、漫画自体がやっぱ成長してるっていうかね、うん、そういう時代だったんだろうね。そこにやっぱある種の眩しさみたいなの感じましたね。なるほどね、うん、なるほど、ね、そうそう、そういうこともすごく読める作品かなっていう気がします。はい、多田さんどうですか。あ、面白かったです。でやっぱりこの何ですかね、お兄さんの破天荒な生き方、うん、でまあなおかつちょっと見栄っ張りなとこもあって、うんうん、ちょっと寂しがり屋だったり、可愛いよね、そう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 、嫌いになりきれない、うん、なりきれないよね、感じる人たちでもいたら多分すごい迷惑なんだろうなっていう感じが耳に伝わるし、でさっきのね、あの編集者さんとかね、まあ部屋に詰めてずっと待つことが仕事になるみたいな、アシスタントを含めてってことなんですけど、この漫画その最初のうちはやっぱり勉さんとその弟の満さんですかの漫画、それとそれのアシスタントでいる僕っていう感じなんですけど、後半からその気が付いたら僕の支持者さん足立勉先生が赤塚プロのチーフアシスタントになり、そして僕はそのさらに下請けになりという謎の構造になって、うん、アシスタント生活が始まるんですけど、レンちゃんパパがしてくるんですよね後半からね。あ、そうそう、パチンコにハマっちゃう、そう、やることがなくなって花札チンチロリンから始まって、このお兄さんが次々にみんなに麻雀を教え込んでるんですね。卓を囲んで、うん、でこの作家の有馬武さんですか、うん、もうちょっとパチンコ中毒みたいな、いや完全にこれ中毒ですよ ね, すよね一発目で勝っちゃってっていうよくあるパターンですよ、ね、そうそう、人の金借りてそれを全部つぎ込んじゃって俺さ、高校の時に俺自身あの麻雀できないんだけど、はいはい、高校生の頃ってやっぱそういうのに興味あったりする、ね、でできるやつもいたりするじゃん、覚えたりします。でなんかこう同級生同じ部活だったやつに、うん、あの麻雀できるやつに、うん、あのこれ使って覚えたらって勧められたものがあって、それが、うん、にゃろめの面白麻雀入門ってやつあった、俺も見たことある、それ改めて見ると1986年に出てて、まあ、それから数年後に俺は借りて読んで読み通さなかったけど結構覚えなかったし、でだからその辺にどれぐらいその、うん、この何足立勉の影響が入ってんだろうか、可能性はありますね、結構関わってそうだ、もしかしたらフェイルまで足立勉がやってる可能性ある、可能性ありますよね、チーフアシスタントがね指示出して、そうそうそう、もう藤尾プロの人みんなもうね麻雀教え込まれてる雀荘みたいになってますからね、後半で、まあ一方でもしかしたらだから足立勉のなんかマネージャーみたいなのになってるみたいな話もあったから、うん、そっちに移ってたのかもしれないからね、関わってないかもしれないけど、なるほど、なんかこう自分の個人史と関わってきてちょっとロマン確かにそれは面白いですね。だって2巻目見ると2巻目の引きのシーンが最後にあるんですけど、ついに勉お兄さん刑務所入ってます、ね、歌箱にぶち込まれてるから一体何がって思いますよね。23番失望と書かれてこれがちょっとだいぶエスカレートしそうだな、ねえ、何したんだ何したんだってなりますね。ハラハラしながら見守っちゃう系漫画として結構面白そうかなっていう気がしますけどね、はい、まあそんなところでしょうか、はい、島村君どうですか。いや僕はなんか足立勉の
さんの、まあ、なんかツイッターで見てたんですよ。なんかすごい兄貴の、あの、話がある宣伝を読んでて、で、結構、まあ、こういう人のなんか破天荒な、まあ、ある種の、あの、作家の、まあ、なんか評伝っていうか、そういうもので想像してた感じで読んだのは半分だったですね。なんか、で、あと半分はやっぱ麻雀とかパチンコとかハマってくじゃないですか。で、これなんか結構ソフトに書いてるけど、マジで結構人間が堕落してるところダークな話だと思うんですけど、ちょっとそこ実はなんかあうって思いながら読みましたね。レンちゃんパパ的に、うん、絵柄がな、レンちゃんパパ的な絵柄ってやっぱそんなになんか重くならない絵柄、うん、いやアハです、ね、あと青の炎でも言ってたアハ力ですよね。アハって言ってますか、うん、実際でももうほんとギリギリもう1000円しかねえみたいになってますからね。カルトそうね、でもその1000円しかない重さって当時と今とどうなんだろうね。うん、今で1000円しかないっつったらもうマジ終わりじゃん。だいぶデッドラインですよ。その時代だったらまだどうにかなったのかな。でもわかんないですけど、常にそのなんですか、その赤塚不二夫プロの人たちが同じその喫茶店に詰めてたりとか、うん、なんかお互いなんかちょっとね、そこら辺貸し借りがあったりとかするような、うん、なんとかなりそうか、若干ありますよね、その感じ。多分お金はないんだろうけど。で、あとこの存在っていうのが、うん、足立満にとってどういうような感じだったのかって気になりますね。あの、足立満さん自体結構兄弟の話を書くじゃないですか。ああ、そうだね。だから、足立つとむって本当の天才で、まあ、実はある種ああいう奔放にできる兄貴っていうものに対して何かコンプレックスがあったのかなんとかとか、なるほどね、うん、それともそれ全然関係ない話なのかとか、なるほどね、うん、でもなんかやっぱ兄弟問題はある気がしますね。そうそうそう、3人兄弟とあと姉がいるって言うんですよ、姉だか妹だかね、うん、全部で4人兄弟、なんかこういう存在っていうのが1回だけだったらそんなに、まあこの兄貴がいるっていうだけの話で、まあタッチっていうのがあるよねぐらいの話なんですけど、まあ必要に書くじゃないですか、あの兄弟の話っていうのを。だからそれってなんかちょっとこう気になる話、なんかそういうものもあの描かれるのかどうかとかちょっと気になる話ですね。そうだね。でさあ、そのこの中で書かれたと思うんだけど、うん、足立満はやりたい、何かやりたいものあるのって編集者に聞かれた時に、うん、特にないですって言って、 そこはすごいドライなんだよね、うんうん、でだそのなんかこう作家性があって同じモチーフを繰り返していくのか、それともこだわりがないから素材だけで組み立てて作ってってるのか、で演出がめっちゃうまいから読めちゃうのかね、そこはちょっと気になるところですね。でその後お兄さんにも同じ質問されて、うん、でなんか書きてるの書けばみたいな、なんか言った、まあギャグでも何でも書けるからさっていうふうに足立満さんが答えて、その後電話かかってきてギャグなめんなよみたいな感じで人のことを言ってて足立満さんが、やっぱりそこら辺はこうその関係で影響しているっていうか、足りない部分がそれぞれある感じの気がしますよね、すごくね、うん、なんかある種のなんか才能って語られる時に、何か自分の中でモチーフがこう決まってるタイプの天才と、何でもできる天才、何でも自分の色にできてしまう天才っていうのが出てきてる気がするんですよ。でなんか どちらもこう見てる気がするし、なんかどっちもどっちかがどっちに対してもなんかコンプレックス抱くような、あのなんていうかタイプだと思うんですよね。なんかそれが描かれたりしてるのも、なんかこれから それは書かれるのかどうかっていうのはちょっと楽しみではありますよね。そうね、まあ、作者っていうかこの足立さんの方にそういうのがあるのかどうか、そういうのがないタイプのコンプレックスとかあんまり抱かないタイプかもしれないけどな。足立満はどうなんですかね、なんかね、それはちょっとわかんない。なんか一巻だとね、ひょうひょうとすごくドライですよね。そうね、うん、100円みたいな、なんだっけ、なんか SL かなんか SL とかね、仕上げるので背景1枚で、いやこれ手間かかるから400円だなあそこ面白いよね、なんかさ、やっぱそういういろんな、あこんなことあるんだみたいな面白さがすごいあって、この作品って漫画を作るにあたって、うん、その風景カットみたいなののストックがあって、うんうん、なんとかの風景あったよなみたいな感じで、これいくらみたいな感じで、その売買をするみたいな、これはたまたま兄弟だけであるのか、それとも他の人もそういうことがあったのか、今だったらだって普通にそれってサービスとして成り立ってるわけじゃん、ある種の写真とかそういうものってネット上でさ、お金払ってとかそういうのってあるわけだけど、そういうところはすげえ面白いなっていう、そのちょっとお金がこうやり取りされる面白さ、なんつうのかな、
足立家っていうのはちょっと面白くて、ね、田舎がもう親父さんからしてものすごい掛け事とか大好きで、もう家族で麻雀の卓囲んでるんですよね、うんうんうん、めっちゃ強いんですよね、めちゃめちゃ強い足立光とかも鍛えられてる、家族全員強いんだけど、で家にさ友達とかも2軍とかない、2軍とかいてリーグ戦になってて、で教えたお父さんが一番弱いみたいな、ね、感じになっちゃう、お金をなんかこうゲーム代出せないから入れてもらう、そうそう、そのなんか独特のなんかルールみたいな面白さありますね、それもだからさ、うん、足立光、まあ、俺はだからずっと若い頃に足立光とか読んでなかったんで足立光像が全然ないんだけど、うん、なんかこうそういうタイプだとかは全然思わないバージョンめちゃめちゃ強いみたいな、ね、そうでしばらくかもられてねってそうそうそう静かに言う足立光とかね勉強代だよみたいなめちゃめちゃドーンみたいなのが来るみたいなでそれが面白いよなっていうのがすごいあるなこの作品はなんかでもね、あのこの作品さっきの麻雀の描写もそうなんですけど、うん、足立光なんか何か変なこと言ったりはしないんですけど、うん、なんか放つ異様な感じ出てますよね静かな狂気みたいな、はい、あそれはそういう意味ではお兄さんの方が逆に分かりやすいところがあるね、点数なんかせこくごまかしてたりとかダメだよ、うん、ソムちゃんとかまあ、レンちゃんパパ的な面白さはやっぱありますけど、ね、そうだね、うん、まあそのやっぱ時代がすごく違うっていうところが大きいと思うけど、うん、70何しろ1970年なんでね、うん、全然違いますね、そのそもそも有馬武がこれ作品の中で書かれてるけど、うん、養護施設出身だから、うん、もともと会社で勤めてて、うん、でアシスタントにならせてくださいと仕掛けになって、うんうん、その時に、うん、親16歳で行くんだよね、そうですね、で親に言わなくていいの、ね、みたいな話で、うん、養護施設出身だから親いませんみたいな、そうそうそうすげえさらっとね、うん、結構これだけでも激動な感じですけど、ね、それがこの絵柄で描かれるとこんな淡白になるのかっていう1,2 ページでサクッといっちゃうっていうね、うん、いやでもすごい面白い時代だなっていうふうに感じるところで、でそのアシスタントに行けるきっかけもさ、これはまあやっぱりかつての雑誌見ればそうだけど、漫画家の住所がね、雑誌の柱のところに書かれて、ガンレターはこちらにみたいな大丈夫かよって影響力を全く分かってないという、そうね、それでなんかこう原稿を送って、でなんかこう添削されて戻ってくるとかね、そこのなんかこう面倒見の良さみたいな、ね、兄貴感ありますよねで行ったら行ったで、ね、あんなのはなんかサービスだったんだけどみたいなこと言ったりとか ね、まあ、それもどこまでなのか分かんないですけどね、うんうん、なんかやっぱこう兄貴と兄貴はまあ邪険っていうか雑に扱われて、弟の光浦はやっぱ小学館のこれからのエースだっていうことで、うんうんうん、編集者の態度が明らかに違うじゃないですか早くあげろよ、まあ、でもこの兄貴には晴れないよねちょっと暴れん坊すぎますよね光浦くん頑張ってねみたいな明らかな音さが、お前締め切りなんか前日だけどサボってないから見に来たんだよみたいな、ね、そうそうそう、その辺りもなんか面白いですね、なんかそこでちょっとライバル視してる感じでもないから、ね、なんか嫉妬とかあったのかなとかなんとかってちょっと思ったりもするし、でもお兄ちゃんがある意味そこの器が大きいという言い方がいいのか壊れてると言っていいのか分かんないけど、うん、そういう感じだよね、だでもこれ完結してないですもんね、うん、なんかもしかするとその後こう展開とかあるんですかね、かも、あでもね実はこの帯の裏側ありますよね、に書かれてるんだけど、うん、お兄ちゃんが書いた実録足立光物語っていう漫画があるんですよ、うん、なんかあるなと思ってこれはね、俺読んだんですけど、Kindle で読めるんですよ、安く買える、でこれ本で買おうとすると4,000円ぐらいして、ああそれだいぶ辛いですねティアドロップのメガネをかけた時代な感じの写真がね、この実録足立光物語漫画、漫画逆にね、漫画でお兄さんが書いてんので、1984年に出てるんですよ、で足立光が、まあ最初のヒット作っていうのはみゆきなんですけど、これは1980から84年なのね、でその後タッチが1981年からスタート、並行してんのがすげえけど、うん、ミキとタッチを、でそこですげえ跳ねたから足立光物語だったんだと思うんだけど、ね、この感覚とかやっぱすげえいいじゃない、うん、あ何お前流行ってんじゃん俺書くわみたいな、見ろみたいな、もしくは編集かお前書けよですよね、どっちなんだろう、でも結構プロデューサー感あるよねこのお兄さんね、そういうの狙ってそうな気がするけど、で実際 それを読んだんだけどさ、その中で結構ね近いんだよね雰囲気が、うん、
だなんかそういう嫉妬心みたいなのってギャグとしては描かれるけど、うんうんうん、そんななんかジメッとしたものは全然ないっていう、うん、あ近いっていうのは何ですかこの話っていう、そうそうそう、その有馬さんが書いた話の雰囲気にすげえよく似てると思った、うん、で、あのその元ネタになったであろうような物語話も結構出てるし、うんうんうん、ただその、まあ、もちろん有馬さんがやってきたところなんて当然そこには描かれないわけで、あら緻密の物語ですからね、うん、そういうところはないんですけど、うん、でもあのすごい面白いよ、その物語が立体的になりそう、なるなる本当にそんな感じで、うん、その群馬だっけって言ってたっけ、うん、その群馬にいた頃にあのなんかこうお兄さんが貸本劇がはい、漫画家として、まあ、その辺のことちょっと書かれてるよね、うん、こっちにも、うん、でその辺のこととかで、お兄ちゃんだけ先に東京に上京してデザイナーになるんだよね、デザイン会社で働くんだけど、うんうん、で、その間、足立充は群馬にいながら、もうお兄さんがいなくなったんでお兄さんのアシスタントとして漫画描いてたんだけど、うんうん、自分で漫画描き始めたらあとコムに投稿したらって言われてコムに投稿し始めると、うんことが書かれたりとかで当時の漫画がそのまま載ってたりとかね、うん、足立満の、なるほど、いろいろね面白くて、でその後石井勇さんという漫画が七半ライダーから、うん、の漫画家さんのところでアシスタントするんだけど、石井勇さんがどういう人かみたいなのも結構描かれるし、うん、あとは少女漫画に行くんだよね、しばらくあの少年漫画で、読み切りとかやってて、うんうんうん、あんまりなんかこう跳ねなくて、うんうん、で、少女漫画の方に行くんだけど、そこでなんか少女漫画的なところをいろいろ取り込んで逆に少年漫画の方にそれを持ってきてがラブコメ的な路線を作っていくっていう漫画史の流れがありますけど、うんうん、その少女漫画時代のこともちょっと書かれたりとか、うんうん、とても良い漫画だったな、うん、でもなんか足立満の話っていうのが面白いですね。なんか例えばそのちょっとこう足立満が跳ねて、うん、でお兄ちゃんがその自伝を書くわけじゃないですか、うんうん、で今度またこの有馬さんっていう人がベンチャーパパで出てきて足立の物語を書いて、うん、まあある種のそのなんか少し注目されるっていうか、うんうんうん、日陰だった漫画家をまたこう救ってこうフックアップするっていうのがそう、ね、なんか足立満サーガ的な、そうね、で、あと、まあ、もうちょっと大きい文脈で言うと、あの漫画家漫画の系譜みたいなのも結構あるしさ、そのこそなんだっけ、ルーザーズだっけ、うん、はいはい、あれなんだ、雑誌が、アクションか、アクションの創刊のところの、あのことをやった漫画みたいなのが、出てたりするわけだけど、そのもう本当直後ぐらいの話なわけじゃないですか、1968年とかだよね、アクションだって。やっぱその辺はやっぱすげえ面白いし、でその後足立満的なものが今の漫画の礎になっていくっていうかさ、うんうんうん、劇画してない、もっとすごいポップなものの漫画だけど、うんうんうん、そうですよね、うん、クールな、まさにそうなんだよね、うん、本人のような、本当本人のようなっていう感じだよな、うんうんうん、そのクールさみたいなところが、うんうん、あでもある種のその足立満さん、まあどこまで描かれるかわかんないですけど、うん、この破天荒な漫画家とかそれが良しとされる時代の終わりが描かれるとなんかいいなと思って、あなるほど、ね、で足立満的なものがこうグッとくるっていうことのなんか境目みたいなのがあるとなんか非常に悲哀もあるし、なるほどね、うん、そうですね、まあそれでまた足立とはまだね、あの弟のこと帰ってまたこうまた戻ってくるかなとか結構いい話そうだなだし、なんかそういう話があるとちょっと面白い感じもしますね、この後、うん、そうだね、まあ、やっぱこの作品のなんていうか昭和感みたいなね、うん、そういうところがすごく興味深いところで、そのさっきも林さんがちょっと言ってましたけど、そのアイディア会議みたいなの、あアイディア会議の前にまあだからちょっと順を追っていくと、あのその藤尾プロでね、赤塚不二夫のところでチーフアシスタントとして働き始めて、だからその赤塚不二夫のところがすごく描かれるわけだけど、うん、そこで赤塚作品のスケジュール管理みたいなのがね、うん、複数の編集者によって行われる場面が描かれていたり、うん、それからあとはアイディア会議っていうのも行われてたりすると、うん、でそのさ、なんかこう要するに漫画のネームを考えるっていうのは漫画家の責任でやるようなイメージが強いじゃない、人による、そっかそれ今でも結構そうなの、人と編集によるとしか言えないですね、へー、だって人によってはもう私考えとるんやでぐらい言ってる編集もいますから、あそう原作者は私だし、
なるほどな、うん、なるほどな。人によると思います。そっか。でもこの作品の中で描かれてる赤塚作品のそのなんかアイディア会議ってめっちゃオープンだよね。し、他者含めてやるっていうのはもうないと思いますね。すごいですね。うん、だそこもなんかないのかな。それこっちうちので書いて、そのネタうちので書いてくださいよって。この中でもちょっと言えなくね、言いたくならないですかね。うん、金取れますよみたいなこと言ってますもんね。うんうんうん。そこだからやっぱちょっとね面白いなっていう。じゃなんかこのえぐい連載の持ち方してる今漫画家って言うんですか、逆漫画で。あ、こういうそのいろんなところに書きまくってみたいな。うんうんうん、まあそれはどうなんだろうね。いるのかな。まあ。複数回してる人はいそうな気がするけど、どうだろうな。でも100だから下算100とかいくってことですよね、ページで。ギャグ漫画で。ギャグ漫画でね、しかもね、ギャグ漫画でか。ギャグ漫画だからこそのアイディア会議でもあるかもな、うん、確かにな。だから赤塚不二夫自体がその会議しながら ネタ作るっていうのは割と自伝とかでも語られてるので、その中でまあここにも出てくるようなギャグ漫画家こなんですかね、あの後輩というか弟子筋をどんどん育てるっていうのもあったし、うん、まあ、そこにこう編集者がまあ暇だから混ざるっていうような感じだったっていうことはなんか、うん、あの事前とかでも語られてる気がするので、なんか編集者がしたいっていうよりはなんか赤塚プロ、うん、不二夫プロプラス編集者ぐらいの感じだったような気なったんじゃないかなっていう気もしますけど。なるほどね。当時こういう言い方してたのかわかんないですけど、一応この足立みつ、まあ、の勤む物語だとプロデューサーである赤塚がみんなのアイデアをまとめて作品化するみたいな言い方してましたよね。だから本当プロデューサー気質だったのかもしれないですね、赤塚先生自体が。そんな枯渇してたっていう話もある。それもそうかもしれないね、うん、でも枯渇してからやり続けるのがプロっすよまあね、それもそうかも。まあ実際でももうしばらく書き続けるでしょ、うん、もうちょっと後だよね、赤塚がなんかいろんなものが止まってくるさ。でその赤塚自体もあのだ60年代初めぐらい割とヒットしてくっていうのは。そうですね、ギャグ漫画としては60年代の方とかなんじゃないですかね。でその後だから例えば天才バカボンなんて1967年とかで、ね、70もう本当にあとちょっとで70年っていう時代じゃん。だなスラゴンが1970年代入ってるもっと後だよね。うん、うん、だなんかさあの俺そこも面白かったんだな。赤塚不二夫とかっていうとやっぱもう全然前の世代っていう勝手に思ってたけど、うん、全然そこ連続してんだみたいな。あ、どういうことですか、ね、今回の足立あの連続してるのだっていうのは、足立勤というよりは足立満が近くにいたってこと。そうそう、全然違う漫画だと俺の中では思ってんだけど、もうそれこそ世代が違うぐらいな、意外と知り合いの知り合いぐらいそうです、ね、のところだし、あのそこのなんかこう漫画の現場っていうのがすごく近いところにあるっていうかさ、そういうものとしてなんかこう漫画誌をもう一回見れるっていうのがすごい面白かったな。そうですね、まあなんかもうすでにレジェンド級ではあったっぽいですけどね。なんかその意味で言えばなんかあの近かったのは意外でしたね、やっぱ僕もね。そのそこの2つがやっぱ足立勤の存在がやっぱそういうことだね、っていうか。そうだね。でなんかまああのいろんないたずらをしたりしてさ、ちょっともう最後面白かったのがあの天才バカボンのさ、なんかこう原稿も結構締め切りギリギリで編集者が取りに来ますみたいなところで、書き終わったからもう飯でも食い行こうかって言ってなくなって原稿を用意しといて編集者が取りに来ると。でもうとりあえずタクシーに飛び乗ってタクシーの中で確認したらあのパパとママのセックスシーンが描かれてるっていうマガモンで、しかもなんかエロ漫画よりエグいって書いてますねいたずらをしてたところはすごく面白くて、これ豪華だよね、いたずらとしてね。そうですね、って書いちゃうわけでしょ。うんでちゃんと別の原稿も用意してるみたいな、一回あげてホッとしてなんかやっちゃうみたいな感じになったんですかね。そういう感じなのかな、うん、でもあそこのリアルなやり取り、いや変えて書き換えてください、嫌です、いやもしも勝手に変えたらもうやめます連載、ね、もう胃が痛い編集者の視点から視点がここはねあの純粋に笑えなかった土下座も聞かんみたいな。なるほど、なるほどね、泣き落としも聞かない。もうどうしたらいいんだってなります、ね。まあでもなんかそうですね。だから、うん、
なんか今となんかコンプライアンスもなんか違うから、ね、なんかこの時ってなんかやっぱ野蛮なエネルギーあったんだなって感じもする、ね、なんか24時間働けますか感っていうんですかね、うん、本当にそうね、やっぱ それだけのバックもあっただろうし、そうね、うん、そうね、なんか若い人たちが集まってなんかやりたいことっていうか、まあ、自分たちが主役なんだって感じですよね、なんかだからこそ動けたっていうのもあるし、本当そうだよね。でそういうのがね、なんかこうまあ積もり積もって90年代半ばぐらいに終わるっていうね、うんうんうん、その終わりの終わりがまあ今なのかっていうのはいろんなことから考えさせられるけどね。そうね、うん、確かにっていうね、はい、あのことを考えさせる作品でございます。なんかで終わるんでしょうねこれ ねちょっとわかんないですけど、うん、まあとても楽しく読めるんで、まあ付き合ってもいいかなっていう気はします。はい、はい、ということで、今回は有馬武さんの足立つとむ物語、足立満郎を漫画家にした男を取り上げました。次回は誰が何を取り上げてくれるんでしょうか。はい、次は小田原ドラゴンさんの今夜は車内でお休みなさいという作品を取り上げたいと思います。はい、林さんがその作品を取り上げてくれます。はい、はい、それでは今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と島村と多田でお送りしました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。